お手並み拝見ですね。ずっと私のターン。ってわけにはいかないんだよね。私の番ですね。さて、何をいたしましょうか。余計な指図は必要ないわ。攻撃。少し考えさせてくださいね。ドワーズエフェクト。この状況で優先すべき行動は。ネプネプにしてやんよ。チェスト。一気に畳みかけるチャンス。どうして私。行きます。もう一発行きます。少し考えさせてくださいね。ピコフォトン。余計な指図は必要。きっと人は見かけによらないんだな。それだ。さて、私の番ね。少し考えさせてください。どうして私。なかなかの強化レベルアップ。指図は必要ないです。私のターンですので、この痛みはこれがレベルアップ。カンガルーのように。よし頑張ろう。これはおまけだよ。さあ、ないわ。少し考えさせてください。その待ってました。じゃあ待ってね。どうして私に。その指示は待ってました。私の番です。それ意外と簡単ですね。考えさせてください。優先すべき行動はレベルアップですね。
食べたばっかでしょ。我慢しなさい。さっきやだ、プリンもっと食べる。あれはネプネプたちの分です。ダメですよ、帰ってきた時にプリンがないとネプチューヌさんものすごく餌を曲げちゃうんですから。どうですか、ピストワール。私もです。そうですね、それではみんなでお昼寝にしましょうか。いい、眠くないよ、もっと遊ぶ。わがままを言ってはダメですよ、子供はちゃんとお昼寝し、やだ遊ぶ。そんな硬いこと言わない。わっ、ボスだ、かっこいい。あとプリンくれるからいいロボット。ふう、よかった、これなら今回もプリン、プリン。はいはい、どうぞ召し上がれ。わっ、3個だけどね、いいわよ。わっ、その間どうも。本当だ、これはな、二人とも何言ってるのよ。あなたこ、あの皆さん、あ、すみません、気を使っていただいて。パパ、いつまで喋ってるの、早く遊んで。あ、もう少し待ってくれ。やだ、つまんない。こら、ビーコ、大人の話を。そうだよ、いくらパパだからって。この人はピーシェを引き取りに来て。そうだよ、お迎えなの。その私も。すみません、本当にピーシェいなく、そんなの嫌です。あ、泣かないで、まだそうと。もう少し詳しい事情。そうね、月並みな話ですが、経済的なことが理由です。そんな時にこの教会が託児所を始めるとき。そういえば、確かピーシェさんは玄関前にいつの間にか置かれていたんでしたね。ひどい、それ預けるって言わないですよ。重ね重ねすみません。でも女神様のいる教会ならこの子も幸せに過ごす。その後おかげさまで私も職を見つけて。そんで今さら、ずうずうしい、本当にずうずうしいよ。分かっています。本当に分かってるの。私があなたの立場なら恥ずかしくてとても出てこられない。パパいじめちゃダメ。おいた、ちょっ、私も思うところはありますけど、この方が本七賢人の手のものだと。本当のパパな。ありがとう。血縁関係までは分かりませんが、身元紹介はさせていただき。ピーシェちゃん、本当なんだば、ブルルとしつこい。と、ならなくて。それでこのままピーシェちゃんを。はい、私も母親の方も多忙ですし、今日ピーク、パパ、おっさんじゃない、パパ。ネプチューン、おっさんで十分だよ、こんな頼りなくて情けなくて。悪口言っちゃダメ、そんなこと言うネプテの嫌い。私だってピーコなんて嫌いだよ。おやめなさい、バカ、ネプテーヌのバカ。そうだよお姉ちゃん、お別れの前に。なんで私に言うの、悪いのはピーコの方でしょ。違う、ネプテーヌが悪い。ピーシェ、喧嘩しちゃダメ。収集が落ち着いてない。すみません、私のせいで。いらない。ダメだ
絶好、ネプテーヌなんか大嫌い。おー、二人ともやめて。はあ、疲れた。もう動けない。まさかあそこでプルルートが変身するなんて、完全に油断してたわ。だって全然お話聞いてくれなかったから。まったく、取り押さえる方の身にもなってほしいですわ。大丈夫ですよ、もう怖いプルルートさんはいませんからね。アイちゃん、しっかりするです。言っちゃいましたね、リンシェちゃん。うんだ、どこだって好きに行っちゃえばいいんだよ、ピーコなんて。もうまだそんなことをおっしゃってるんですの？あんまりひねくれてるようなら、もう一回プルルートが変身して強制してあげれば。これ以上アイエフさんのトラウマをえぐらないであげてください。寂しいんだよね、ピーセちゃんと一番仲良しだったのネプちゃんだもん。寂しくなんかないし、仲良くなんかもないってば。やれやれね。大変な目にあったね。もっとスマートに済ませるつもりだったんだけど。ネプテーヌのバカ、ネプテーヌなんか嫌い。ああ、泣かないで。で、女神たちに悪感情を持って。もうパパを。ああ、恥ずかしかったわ。人前に素肌を晒したのなんて何年ぶりだったかしら。おまけにあんな三文芝居までさせられて、この見返りは